東京都は、墨田区や港区の一部の地域で水道水から異臭が発生しているとして、対象地域の住民に水道水を飲むことを控えるよう呼びかけています。東京都によりますと、今日午前9時頃、墨田区の住民から、水道水から油のような匂いがすると、都の水道局に連絡があり、午後1時頃には、別の住民からも、水道水から真な草がすると連絡がありました。 都の職員が現地で調査したところ、墨田五丁目の一部、およそ300世帯の水道水から異臭が発生していることを確認したということです。また、その後、港区海岸三丁目の一部、およそ120世帯の水道水でも同様の異臭が確認されました。都は、墨田区と港区では排水の系統が異なるため、二つは無関係と見ていて、 夕方から水質検査を行っていますが、原因は分かっておらず、対象地域の住民に対して水道水を飲むことを控えるよう呼びかけています。